でねね、よし、やっていきましょう。桜田戦通実況の、戦場のって言いそうになるな。劇場のメリークリスマスのその2です。第9話、劇場のメリークラス、クリスマスその2です。どうも、アザラシです。今は、椿ちゃんとひとしきりレンガ亭でオムライスデートをしてきた後に、この奇跡の鐘というね、12月のクリスマス公演の主役を選ぶ作業をね、仰せつかっている。さてと、まずはみんなの部屋から見回りをするか。アイリス、もう寝てるかな。アイリス、アイリス。大神だけどアイリス、まだ起きてたのかい？お兄ちゃん、アイリス寝れないの？よかったら入って。マセガキとは言うまい。ただのガキ。ただのガキ。そんな顔して。ジャンポールに育ったの。小さすぎるから、本当に主役できるかな？できねえよ。小さすぎる。アイリスじゃ、主役は無理だよ。確かに、無理があるかもな。残酷な現実を突きつけていく。これでアイリスを選ぶ大神はちょっと俺は、人間的にどうかと思うよ。いるんだと思うよ。世界の、いや、この桜大戦ユーザーの、日本中のお兄ちゃんたちの中にはさ、この桜大戦のこの公演でさ、アイリスを主役に選んだね、そんな大きいお兄ちゃんもいるのかもしれないけどね、俺は精神を疑うね。こんなガキにさ、主役をっていうか、その、一番好きな人を選んでって、こんなガキよ、ちょっと、それは俺の大神さんとは解釈違いですね。明らかに解釈違い。お、スミレだ。でもね、スミレもめっちゃね、なんかこう、大人な感じあるけどね、結構若いんだよ、実は。結構若いんですよね。さくらくんより年下なんだよ。この時点で16か17ぐらいだからな。胸がちょっと、胸に目がいってしまう。ちょっと向こうの方向いとこう。画面が見えない。向こうの方向いてると画面見えない。どうしたの？どったの？すみれくん、レコード聞かないのかい？いいんだよな、すみれのなんかこう、気丈なんだけどさ。気丈なところがちょっと折れる瞬間みたいなさ。ちょっと弱い部分を見せるとかそういうのに、めちゃくちゃ弱いわ。いやー、こんな。まだ、考えてるところだよ。断言はできない。ありがとう、すみれ。すみれくんはいい子だよね。こういうところでなんかこう、好感度が上がる。正直に言えば分かってくれる。あー、すみれが選びてー。大本命は椿ちゃん。だけど、やっぱすみれなんだよな。桜大戦ってのはすみれなんだよな。レニーかな。レニ、何してるんだい、レニ。レニを女と見れ、女として見れないんだが。うん。当時やってた頃、周りのやってた連中でレニが好きみたいな絵だけどな。あ、見回り、これ釣れなさすぎない？釣れないね。なんか下手に期待を持たせるってことは言わない、しない主義なんだ。お、真剣そのもの。右に回って足を踏み出す。さくらくん、踊る練習をしてるのかな。あ、見つかったか。大神さん、すぐ見つかるね、あなた。ごめん、さくらくん、踊る練習中に邪魔をしてしまって。そうか。今度の公演の稽古かい？あ、昔からやってる踊りの方。見失いそうになった時。そういうのあるよね。なんか自分の型にも立ち戻るみたいな。あるよね。ないけど。基本は大事だからね。時
時には必要だ。あ、1万上がった。やっぱスミレだよな。こういうやりとり考えたらやっぱスミレだよな。なんか、私を主役に、私を主役に選んでくれますですのよ、ですのかね、みたいなことを言うじゃん。ここではそういう風ななんかこう、弱いところ打ち明けてほしいよね。さくらくん、なんか何も考えてなさそうだもんな。何も考えてないは言い過ぎか。考えてんだけど、心に訴えるほどこちらになんか響くメッセージ性はない。みたいな。俺は一体誰を選べばいいんだろう。まあ、さくらくん選びますよ。ね。嫌いじゃないんだよ、別にさくらくんのことは。嫌いじゃないんだけど。他に目移りしちゃうっていうだけで。あ、はい。おはようございます。グーテンモルゲン。それじゃあ、返事を聞かせてくれる？さくら、さくら、さくら。つばきさくら。これなぁ、織姫が選べたら織姫にしてみたいっていう気持ちあるけどなぁ。はい。体質ないね。はい。はい。桜君しかいない。何も迷ったりしない。はぁ、ええんかなぁ。本当に私でいいんですか？いや、迷いはあるよ。迷いはあるけどね。はい。まあ、鬼を戦で頑張ったっていうところでね。そういうご褒美を。まあ、今回は主役は譲って差し上げますわ。ありがとう、レニー。大人だ。みんなで協力するわ。楽しいクリスマスの舞台を作りましょうね。はい。頑張れよ。熱い舞台にしようぜ。天使役でちょうどいいぐらいだよ。きっと素晴らしい舞台になる。コーラは何？何役なのコーラは？うかうかしてると私が主役取っちゃいますからね。まあ実際織姫には主役を取るだけの力があるだろうね。大丈夫。実力的にはね。舞台の神様がついてるよ。何それ？八百万の神の中に。主役は一人だけじゃないわ。一つにまとまった花組こそが本当の主役なのよ。なんかいるよね、踊りの神様みたいな、雨の渦めみたいな。違うけ、そんないるよね、日本に。あの天照大神が岩戸に隠れた時に外で裸で踊ってたって女のなんか神様がおるよね。どんちゃん騒ぎしてる時のその踊ってる女神みたいなのがいるよね。大神さん、舞台のセットの雰囲気はどんなものにするんですか？そうだなぁ。荘厳な感じでいこうか。クリスマスの奇跡を描く舞台だし、荘厳な感じでいこう。これなんか影響するのかな？セットを工夫して壮大な舞台にしたら堺に。松一さん、劇全体の舞台はどんな風にするんですか？劇全体。感動的にしよう。クリスマスに喜劇風にはしないよ。いいですよね。いいですわ。台本の方も少し書き直してください。うん。まあいいんじゃないの。荘厳かつ感動的っていうのはやっぱりいいんじゃないですかね。ドタバタコメディにはしない方がいいと思うな。それはもういつでもできる。正月でもできる。昼に夜に花組の稽古は熱心に続けられた。舞台の方向性が見え始め、いよいよ劇が動き始めようとしていた。そしていよいよみんなの演技に対する演出をする時が来た。奇跡の鐘ではヒロイン以外の7人は天使の役をやることになる。へえ。天使の役のことなんだけど、アイリスたちどんな風に演技すればいいかな。なるべく控えめにはちょっと違うな。まとまりよく7人が7人を見せて、7人が7人通り見せてくれてでもいいとは思うんだけど、バラバラすぎてもよくないからね。さくらくんの演出か。
優雅ちはね、清らかに。桜くんたら清らかにでしょうね。ぴったり。まあ、すみれくんには出せないね。清らかに感はね。それが出せるのは多分桜くんだけだ。花組のメンツの中でね。最上さんのためじゃなくてもいいけどね。自分のために。自分とそして観客のために。こういう猫みたいな顔がいいよね。演目は奇跡の鐘、聖夜に起こった奇跡を描いた作品だ。なんか今回大神のモノローグ多くない？ナレーションかもしれんけど。公演日は12月24日クリスマス、たった1日だけの公演だ。残るは2週間、花組の稽古にも自然と気合が入る。てれねーてれねーね。昼間は舞台での全体稽古、夜は衣装合わせに照明の調整、舞台セットの用意。雲。花組のみんなは寝る間も惜しんで頑張った。そしていくつもの昼と夜とが繰り返され。期待と興奮で客席は息が詰まるほど熱気で包まれた。荘厳で重々しくスケールの大きい舞台は観客の驚きの声を誘った。クリスマスにふさわしいそう厳粛な舞台とともに劇は進行していった。金持ちそうなやつが並んである。坊ちゃんがいるな。天使。花組が繰り広げる感動的なストーリー。天使たちの一糸乱れぬ息の合った演技。この日のために、この時のために、みんなは頑張ってきた。舞台と観客が一つになるこの瞬間のために、みんなは頑張ってきたんだ。でもこうしてみると、なんか織姫のなんか風格が違うな。今日は特別。田舎娘じゃん結局やっぱり。さくらくんやっぱ田舎娘なんだよな。さくらくんの清らかな聖母役の姿に観客はただため息をつくばかり。劇場をいっぱいに包んだ拍手はいつまでたっても鳴り止むことはなかった。広報プロデューサーがおる。たくさんの広報腕組プロデューサーがおる。清しこの夜奇跡の鐘が劇場に鳴り響いたのだ。広報腕組プロデューサーがおる。テレレレレレテレレレレテレレ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 レ本当に素晴らしい舞台でしたわ。それに今日はレニの誕生日やったんやって。ことは続くもんやな。誕生日ってええことなんかな。誕生日ええことっていうか、クリスマスが誕生日のやつちょっとかわいそうじゃない。1年間にケーキを食う機会がさ、2回が1回になっちゃう。そしてもう一つ。もう一つ何ですか？よし、この夜クリスマスをお祝いして。してメリークリスマス。何かと思えば、いや楽しい舞台だった。はあ、大成功だ。お、あ、打ち上げだ。よ
かったら私たちもお仲間に入れてもらおうかしら。ててねてねね、どうぞどうぞ。椿ちゃんも呼んであげて、椿ちゃんも呼んであげて、一緒に仕事してただろうしさ、売店で働いてたよ椿ちゃんも。こういうあの誰を選んだらいいのかっていう、そういう風なアドバイスをくれたよ椿ちゃんが。椿ちゃんも呼んであげて。米田支配人、椿ちゃんも呼んであげてください。はい、眠だ。まあ大神はもぎりしかしてないけど。よっしゃ、みんな今夜は朝まで大騒ぎしようぜ。朝まで、どんな、どんな、どんな打ち上げ。シャンパンで、そんな。ふう、少し酔いを覚ますか。体が熱い。お客さんと舞台が一つになって素晴らしい舞台だった。価値格ヒロイン BGM。 さくらくん、今日はお疲れ様。素晴らしい舞台だったよ。今日の舞台は私にとって一生の思い出です。そうか、大神さん、本当にありがとうございました。いいってことよ、さくらくんしか務まる。お、二人ともこんなところにいたのか。いい雰囲気だろうね、遠くから見られたら。いけねえいけねえ。クリスマスのデートか。うん。若いってないよな。とがめろ。今日は特別な日だ。タイの式に関わる。とがめろ。12時までにはちゃんと戻ってこい。いや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 。とがめろとがめろ。あっ。ちょっと一瞬なの、一瞬途切れた。USB が外れるというね。クリスマスのデートを歩いてみたいんです。へえ、そんなあったっけ、そんなイベント。聖夜のデートだね。あれ、いいか、12月24日でいいか、12月25日じゃなくていいか。てってんてれれ、今日は特別な日。てんてれてん、雪が、上から雪が降ってるけど、このアザラシの右側のやつはさ、下から泡が上がってんだよ。変な感じ。でもあれぐらいの雪をちゃんとこう、表現できるような、なんか欲しいよね。ちょっと泡のエフェクトちゃんとしたい。なんだか、あ、ちゃんと雪降ってる。雪だけで。まだ舞台が続いているみたい。さくらくんの故郷、宮城だからさ、結構雪降ってたと思うんだけど。たりき、さくらくん。十二時まで魔法の時間をくださいね、大神さん。この先の教会に行ってみたいんです。教会、クリスマスだから。あんた、あんた、あんたキリスト教徒じゃないのだ。でーん、教会か。クリスマスツリーが。クリスマスの教会って憧れていたんです。パースアップル、パース、あの前の木と後ろの建物のなんか高さアップル。大神さん、ちょっと中に入ってみませんか。冷やかしにミサしてるぞ、ミサ。誰もらん西洋じゃん。そうですね、クリスマスはたくさんの愛を感じる日ですよね。そう、そうなのかな。そして感謝して祈りを。聖の6時間。大神さんの愛に私感謝しています。はは、何言ってんだこいつ。ごめんなさい。ダメだ、今何言ってんだこいつと思ってしまった。何言ってんだこいつと思ってしまった。この感情よくない、よくないな。ダメだ。大神さん、心の中で何言ってんだこいつと思っている自分がいる。これがオールドタイプということか。ダメだった。恋愛戦士じゃなかった。縁か縁か縁か。
これ、はい、これす、これ、これキスしなかったらどうなんの？デレデレになってる。めっちゃ怒ってた。あれこんなやったっけ？そろそろ魔法の時間は終わりですね。金むさ。除夜の金デレベルになってる。劇場に戻らなくちゃ。さくらくん。大神さん。なんだ大神のその表情。これからも。なんだその表情。ここ保存しとけ。ここ保存しとけ。ずっとってわけじゃない。この後大神はパリに行ってパリジャン生活を堪能します。さくら君をテートに置いてこの後ずっと一緒にいないっていう。1000年目だなって言ったな。1000年目だの歌詞を思い出そうと思ったら全然出てこなかった。てれれてれれてれれ。あれからもう2年になるのですね。いつも今日違いの私たち。でもシンドラインやんけ。次回桜大戦2。巷に雪の降るごとく。巷に雪の降るごとく。ロマンの嵐。過去と未来が出会う時。おお。こっからが桜大戦の本番なんですね。このクリスマスのまったりしたのは、このまったりしていたのはイレギュラーというかね、テートの長い一日じゃ桜大戦は終わらないんですね。この何段構えみたいなこういう感じめちゃくちゃ好きよ。正直終わったかなと思いきや全然終わってないっていう。エピローグじゃないんですわ。このクリスマスは劇場のメリークリスマスはエピローグではない。幕開の一場面でしかない。ということで、ちょっと短めで、な、短くはないか。22分になってるか。1話としては短めな、劇場のメリークリスマスでした。じゃあ、次のね、次から始まるまた戦闘パートを楽しんでいきましょう。ほんならまた。